とりあえずまあ83ぐらいまでにしないとな、体を。金はもう貯まったから、ここで一回金稼ぎ、金稼ぎ、C で、いや金稼ぎ一回、もう一回金ゼロにするか、これ C で二回挟むか、いっそ C で C でエステ、それでいいと思う。C で6連いく、6連 CD、 84でいいの？結構ハードル低いんだね。だったらもうぶっちゃけエステ行かなくていいまであるじゃん。歩いてるだけで84ぐらいまで行けますからね。まあ一応エステ行きますけど、僕の1万5000無駄にしたくないんで、レボリューション出すんで、レボリューションエステ出す。行くと、はい成功、はい成功、はいぼちぼち、はいぼちぼち。もう CD のぼちぼち率高すぎんだよな、マジこのゲーム。あ、あ時田くん、そんなロン毛に興味ない。ロン毛が一番嫌いだから、男の中で男のロン毛一番嫌いだから。男は坊主こそ思考。はい成功、成功、ぼちぼち、レボリューション、よしよしよし。メーターからの状態、これはレボリューション期待できますね。行くで行くで行くで。赤澤はロン、まあ男だったら割とロン毛なのか。今日はどうする？若い頃のキムタクぐらいの長さありますからね。行くぞ。成功なの？これレボリューションでしょ、もう。わあ、ここまで仕上げてって成功止まりか。レボリューションって厳しいのね。まあ、83にはいったから、まあ、まあ金450円になりましたけど、金は死ぬほどなくなりましたけど。まあ、とりあえず金はちょっとずつまた貯めていかないとね。体重は多分これで大丈夫だと思うんだけど、まあそれでもクリアまでにはまだ全然足りてないでしょうからね。クリアだと何キロぐらいしないといけないのかな。体重50キロぐらい。この子が身長何センチか分かんないけどさ。あれ、お兄ちゃんがいないのかな。でも電気もついてちょっと出てく、なんだこのイベント、見たことないよな多分。なんか荷物が届いてる。あ、私たちにお父さんからだ。なになに、おいしいお菓子の詰め合わせ、やめろ、お菓子とか食うな、 CD を聴け。なんだろうこれ、明らかに怪しい服というか、スポーツ、お、スポーツウェア、必勝だるまスーツ。なにこれ、最近家の手伝いしてたからきっとご褒美なのかもしれないの。せっかくだから何か運動するのに着てみようっと。でも今僕ね、そういうの持ってるしな。なんかもらったことになってんの今。何かも手に入れたみたいな効果音はなかったけど、ようわかりません。このゲームってなんかこうそういった表示があんまないから。なんだっけ、トールのとこに行って、203号室。散らかってるけど、さてまたセーブしないといけないんだよな、ここで。このファイルの移動が結構まだ難しい。ここにセーブ、7にセーブしました。結構セーブ速度がね、もうちょっと速くなってくれていいんだけど、
まあ一発で決めれば問題ないですけど。あ、ごめん。はい。今日は限定商品の発売日で。もう一発で決まることなんてほぼないじゃないか。買いに行かないといけないんだ。あ、ちょっと待って。あ、ロードであってるの。今一瞬セーブに なってたかと思った。なんだこの、もう僕も今日はダイエットに励もうかなって思って。ダイエット一緒にやったらいいじゃないか。ごめん今日は限定商品の発売日で。どんだけ限定商品出るのよ。買いに行かないといけないんだ。よしよしよし。じゃあ君の好きなところに行こうか。なんかもう前回遊園地行っちゃったからな。公園でも行きますか。そういえばあのシーソーってまだあるのかな。デブ同士でシーソーやるとか地獄しか見えねえぞ。え、ほら二人でよく乗ったでしょ。あの時はまだ僕の方が重くて。あ、さりげなくこっちの方が重いみたいな。ごめんね。別に今がどうこうとかって言ってるわけじゃなくて。でもあれだよね、通行人からすると滑稽でしょうね。なんかデブの男とデブの女がなんか街で歩いてるとなんだあの滑稽な二人はみたいな。あ、え、怒った？怒ってないよ。え、これはうーんでいいよな。ちょっとだけとかなんかそういうお茶目さいらないでしょ。クレープで喜ばなかったんだからさ、そういうお茶目さいらないよな。ほいほいほい、オッケーオッケーオッケー。よしよしよし。あのクレープお好み焼き事件からこいつの稽古は読んだ。え、だからそんな。ねえ、機嫌直して。あ、そうだ、僕ジュース買ってくるから。ジュース、また太らそうとしてる。落とし穴あんの？本当？よかった。いや、なかなか難しいゲームですね。本当すぐ餌付け。ジュースとかいらんわ、水でいいわ。黒ウーロン茶こうでくれ。ここでまたセーブしといた方がいいよな。何個セーブ作んなきゃいけないのよ。セーブ地獄。せっかくなんでもうちょっと痩せていきますか。お、ダルマスーツある。え、ちょっと使ってみるか。どんな効果あるんだろう。ラブレオってどんなゲーム？セーブするゲーム。セーブゲー。まさにセーブ劇といったところでしょうか。何キロ痩せたんだろう。なんかこうめちゃめちゃ劇的なってほどでもないような気はするんですが、 0.5 ってそんなじゃない。あ、でも1回だったらあの頑丈なスーツよりも痩せてるか。あの頑丈なスーツって多分1回 0.3 とか 0.4 ぐらいだったような気がするから、確かね。とりあえず CD 聞きますか。そこまで差はないんだ。まあ、うん、そこまで差はないよね。 0.4 と 0.5 ってそんな変わんないから、まあまあまあぐらいの感じなんすかね。
毎週せっかくあるなら使おうかぐらいの。そう、あれって、他になんかまあ別にいいか。さて、あと1回デート成功させれば、まあさすがに今度はいけるよね。サウナスーツ 0.8 痩せてたらあれじゃね、むしろ損してない。サウナスーツ2回ぐらいで 0.8 じゃなかったっけ。2回選んで 0.8 とかじゃなかったっけ。多分こっちの効果でけえんじゃないかなと思うんだけど、そうでもないのか。てか腹減りメーターがやばい。え、学力とかも上げといた方がいいの。それ関係ある。関係ならちょっとやるけど、体重多分もうさすがに全然足りてると思うんで、まあ、とりあえずおデート。確かに学力全く上げてないんだよな。多分関係ないと思うけど、一応散らかってる。あれじゃん、ポケモンでなかなか捕まらないときに一応睨みつけるとかやってみるやつじゃん。睨みつけるとか入れたら捕まる確率上がるんじゃねえみたいな。無駄なあがきのやつじゃん。多分そうだね、勉強って多分、これね、上に行ったらこっちに行くのね。まだこのここに遊ばれてる感がある。ファイル5にセーブして、もうどこがどこのセーブかよく分かんなくなってくるね。お、一発。じゃあ君の好きなところに行こうか。一発は珍しい。で、ここでそろそろお好み焼き来るでしょ。お好み焼き、もう一回遊園地行ったら多分お好み焼きのコーナー来るよな。お好み焼き、お好み焼きどこ消えたんこの世界。二人乗りのゴンドラとか言われたんだけど。うん、いいよ。ねえ、何？あのさ、あれちょっと狭くない？そう？結構密着しちゃうかもしれないけど、いいの？これは別に構わないので大丈夫でしょ。はい。結構簡単な選択肢もあるんだな。問題なんてないよ。それじゃ、それじゃ。あ、俺のセリフじゃなかった。お好み焼き消えたな。次こそお好み焼きか。 81K。 おっと、マウスが落ちる。あ、ねえ、お、どうした？トルくんじゃない、何？ あのね、喜んでくれそうなものを見つけたんだ。なんだい？ね、ばあちゃんの梅干しっていうみたい。なんか常になんか食い物とかジュースとかそういうもんばっかくれるな、こいつは。あんまり見かけないでしょ。確かに、これ私に？うん、君の役に立ちたくて。ごめんね、他にもっといろいろできないかなって考えたんだけど、うんうん、やっぱり使えるものが一番いいかなって。使えるものって、梅干しが？ただのお菓子。ありがとう、トール君、頑張るね。梅干し何に使えっつうの？レモン的な使い方があんの？あ、やべ、繰り返してない、繰り返してない、間違えた間違えた。何がしたかっていうと、セーブ。まだこの辺のね、ちょっとキーパッドに遊ばれてるから。
けると思うんだけどな。じゃあちょっと勉強でも一日してみるか。文系やるわ文系。文系ってあちょっと待って、まず腹減りからやろう。ちょっとまだちょっと CD 聞かないと、 CD 聞かないと死ぬ可能性がある。2連 CD やってもいいぐらいだな。2連 CD 選ぶのが結構めんどくさいというか、これなんかもうちょっとワンタッチでできるようになるといいですね。何年前のゲームのこういったことにケチをつけてるのか分かりませんけど、ほいと。はい、レボリューションレボリューションレボリューション、お3連レボリューション、すげえ、ぼちぼち成功成功。よし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 。いやー、ぼちぼち運命の日が近づいてきましたね。無駄なあがきダイエットでも行ってみるか。梅干しってなんかにあるのかな。どっかで使えるのかなと思って適当にマッサージ選んでみるけど、なんかなさそう。どっかにないのかな。美顔にあんの。あ、本当だ、梅干しあった。ちょっと一回やってみるか、せっかくもらったし、せっかくだからな。で、あとそうですね、ダイエットもダルマスーツ使っていって、ここ何しよっかな。金がそった、またエステ行きたいしな、どうせ。そうだ、なんかここで終わりみたいな気持ちになってたけど、これから先の未来もあるんで本来。ジャイアンやんか。改めて見ると、まあ、そうですね、これでダメだともうダイエットエンドだよね。もうさすがに、だってもうこれ最初からだもん。もうこれ以上のやり直しって、もうその前のセーブポイントってあったかな、忘れたけど。ちょっとお礼も本当は見たくないけど、見たってぶっちゃけもうこっからどうしようもなんないから。今のままじゃちょっと厳しいかもな。まだいける、無理、ちょびっと上がった感じか。あーでもまだ青い、頑張れ、応援してるぞ。どんだけ青いのこの子、青いんだけど筋力が、根性がいるのか。なんでこんな一生青いの。ちょっとこれで無理だったらもう本当にダイエットエンド行くぞ。スキップにも何種類かあんのね。どこだっけ、トールくん、トールくん本当頼む、マジで空気読んでくれ。え、本当空気読んで、僕空気僕でよければ、あーあぶねえ、あぶねえ。でも本当にいいの？あぶねえ。ていうか、なんでこのゲーム、この初めて3ヶ月のとこにこんな鬼門あるんだよ。おかしくねえか、鬼門の作るポイント。もうちょい後でええやん。木の丸くんなら、もうお前の顔忘れたわ。私たちも変に気を使わなくていいから、すごく楽しそうだね。右の女超久々に見たわ。いつ以来だ。確かにそれはあるかも。
変にかっこいい男の子誘ったら緊張しちゃうもんね。このセーラームーンみたいな子も超久々に見たわ。このセーラームーンみたいな子は血でかいな。ちょっと二人とも、これ褒めてるんだよ。本当かな。じゃあさ、旅行先決まってないのか。あ、私バリ島がいいな。高校生の分際でバリ島ですか。バリ島ってインドネシアなんだ。海外知識が薄すぎてバリ島ってよく聞くけど、インドネシアなの正直よく知らんかった。そうそう、いいじゃない、なんだか神秘的だよね。ビーチで素敵な出会いとかあるかもしれないし。それはどうかな。トール君はどう。もう僕はどこでもみんなの行きたいところに合わせるよ。バリ島でもいいんじゃないかな。バリ島って結構高いと思うよ。インドネシアって結構あるでしょう、距離。うん、行ったことないし。言うてね、なんか台湾とかぐらいにしといたら台湾とかぐらいでいいんじゃないかな。じゃ、バリで決定ってことで。バリ島が、やった、楽しみだな。芸能人や、バリ島とか。なんかゆうちゃんとりえちゃんに押し切られた気も聞かせるけど、まあいっか。しかし指は細いし手首の角度はクンってなってるよな。ホカパラね、あげないとね。たか体重もまだ多分全然足りてないよね。鉛筆買いますか。鉛筆で平日買える。ここまでもうね、普通に順調にいってたら結構もういい感じの年月は過ごしてるよ。で、鉛筆で休日平日に変える。とりあえずここは、あーでもまだ腹減りメーターがある。だからここはデートでもいいのかな。いや、デートするとまたセーブ&ロードか、だりーな。まあでもデートだよな多分。だってまだ青ハートなんだもん。あれ、ごめん、ちょっとお出かけになっちゃった。間違えた。間違えてお出かけ選んじゃった。マンションの男の子のやつ選ぼうと思ったらお出かけ選んじゃった。戻れねえ。じゃあアイコンが似てるんだよ。もうさっきからずっと言おうと思ってんだけど、このドアガチャって開けるアイコン一緒やねん、ほとんど。しょうがないから。でも腹減りメーター的に今エステ行くの得じゃないんだよな。もうね、問屋でも行きますか。しょうがない。まあ見てってよ。あら、僕この子がいい。塩買いたい。そう、塩は買いたいな。悪くないんじゃない。鉛筆は平日なのか。じゃあまた来ないとな。レモンも売ってないっすね。塩は買えたけどレモン売ってない。で、塩だけ買った休日。それ僕はみかんを食べる。まあお金使い切っちゃうよりはね。なんだっけ。とりあえず、ここで CD3 連やってサウナ行く。塩を買うだけの一日。まあ、つってもね、僕も今日も一日ポケモン GO をやりに外行ったぐらいですよ。ポケモン GO の EX レイドやってデオキシス捕まえたぐらいですよ今日の一日で。
本当はね髪切り行きたかったんだけどね、やっぱまだ新年始まって早々だからですかね、混んでたんですよね、あまりにも混んでて髪切れなかったっすわ。一個だけアドバイス、なんすか。あ、それ鉛筆買わないといけないんだっけ。鉛筆、あ、でもお金もないし、ここ金稼ぎ。運動、マジで。トール君って運動いるんだ。恋成功。運動ね。まあ、とりあえずここでエステ行って、もうここでガリガリの70キロ台を叩き出すわ。だ誰やねん、ちょっとお前そこにいらっしゃるの。ちょっとなんか余計なイベント起きたんだけど。お前いらんいらんいらん。ゆりか。こんなところで会うなんて思ってもみませんでしたわ。あなたまさかこちらに通ってるなんてことありませんわよね。そのまさかだけど何か。まあそうですの。でも確かによく考えてみればあなたにこそ必要かもしれませんわね。もういやいや、なんでこいつの嫌味を。ちゃんと効果があると良いのですが。めちゃめちゃある、もう20キロ近く痩せてるっちゅうの。まったくご心配いただくんで、ま、大丈夫ですよ。これは失礼。では私はこれで。お前も通ってるだったら、お前ももともとはクソデブだったんでは。あ、行っちゃって。また出くわさなきゃ。こういうとこで出くわすの一番嫌だよね。なんかやっぱ美の楽園散髪屋とか被ってるの一番嫌じゃん。もっとなんかスペシャルメニューとか出ないのかな。なんか2万円ぐらいするけど5、6キロ一気に痩せるみたいな。あー成功か。うーん、七夕？七夕の前日、七夕に女の子がプレゼント、そんなイベントあんの。知らないイベント急に言われたんだけど。お金ないよ。いやちょっと待って、お金ないけどどうしよっかな。マジで。いらっしゃいませ、マーブルへようこそ。あ、ふかふか枕、これいいんじゃないか。あの子結構ね丸っこいもんが好きだから、これはいい、これはいいもん。お買い上げありがとうございます。やったぜ、これ勝利確定。またのお越しをお待ちしております。勝利確定ガチャ。なんか丸っこいウサギのこと可愛いとか言ってたし。朝一でプレゼントしちゃおう。確定ガチャ、確定チケットガチャ、 SSR 以上確定のガチャチケットだね。 2.7 キロか。まあ78キロというガリガリになったんで、まあいけるとは思いますけど。さてとうとう七夕、せっかくプレゼント用意したけど誰に渡そう。まあもちろんカハラ君、カハラ君でもはや誰かわからん。トール君、やっぱりトール君だよね。あ、いた。トール君これ喜んでくれといいんだけど。え、そんないいの。喜べ喜べ。はい、ピコンって言った。あ、僕は大丈夫だよ、別に変なんて。変なんて、あ、ど、何、いまいちなの。3000円もしたんだよ。あいつデブなのに心狭いよな。なんかデブのくせに心狭い、意味わからんわマジで。デブはそういうところで寛大なところ見せてほしいよな。デブなのに心が狭い。金がないんで3連金稼ぎいくわ。運動も上げたいですけどね。あ、てか鉛筆買わなきゃ。鉛筆な、鉛筆とレモン買うだけの日ができちゃうんだよな。
鉛筆とレモンを買うだけの日が。まあここはさっきデートできてないから、ほらアイコンが似すぎてるんだよこれ。これはみちさんが間違えてもしょうがないですね。はい、その通りだと思います。というわけで満場一致でさっきのみちさん悪くないっていう意見でまとまりました。本当にありがとうございます。いや自分でもね無実が証明できて本当嬉しいです。本当第1審では有罪判決を食らいましたけど、第2審ではね無罪判決になりました。本当にありがとうございます。綺麗な体でまたやり直していきたいと思います、人生を。さて203号室以外全部消滅してほしいよな、この選ぶ手間が面倒だから。全てなんかこう謎のガス爆発によって203号室以外消滅しましたみたいな。これじゃなくてボタン間違えた。セーブ、あこっちじゃなくて、ここじゃなくて11ね。78キロだよもう。多分もう、コメント欄の中でもう私より痩せてるじゃないっていう意見も多分あるでしょ。78キロなんてもうガリガリの部類に入るでしょ。じゃあ君の好きなところに行こうか。最近ちょろくなったな。久々にスポーツセンターってどうだろうな、喜ぶかな。ちょっとスポーツセンターちょっと怖くて避けてたんですよね、まあ、せっかくなんで行ってみるか。なんか痩せるみたいな追加効果あるかもしれないし。トール君ってどんなスポーツが得意なんか。相撲だから相撲。卓球かな。まあ相撲以外だったら卓球かなって感じはするけど。そうか、じゃあ卓球にしようよ。嫌じゃない。なんか嫌とか嫌じゃないとかこだわるね君は。もちろんいいよ。ピロン、オッケー。いろいろ教えてもらおうかな、うん、で常に二択なんだな、選択肢が。なんか二択がゆえに難しいとこあるよなこのゲーム。逆にときめも GS みたいに三択だったらまあなんか中間のなんかこうまあまあみたいなあれもあるし、二択の難しさみたいなのあるわ。明日が15日。そんなもんあったの。ちょっと待って、勉強なんか全然してねえぞ。待て、まだ鉛筆も買ってないんだぞこっちは。筆記用具さえないんだぞ。さて今日から中間試験だ。なんか怒りマーク出てるけど、多分とんでもない結果叩き出すぞ。勉強なんてコメントあった。やりませんでしたね。はい、ミスさんの 無罪判決が確定しました。カンカン無罪。わー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 、おめでとうマックスギャラクティカ。まあでも勉強しないといけないですね。ちょっと鉛筆とレモン買いに行くわ。鉛筆とレモン、でここはそうですね、ぼちぼち CD は CD まだ早いか。ちょっとダイエットするわ。情報まだいるかな。情報ってまだいります。まだいるならちょっとインターネットとかこの辺で挟んでもいいかなって思うけど、情報もほぼカンストみたいなノリもありますよね。なんかどこでステータス見たっけな。セレクトだっけ。情報ってどこか。27、これ27がほとんどカンストみたいなもんだけど、まだいる？いる？いるならまあ一応やっとくけど、ほぼカンストですけどね。ほぼカンストの密。暖房つけよ。全然足りてないの。シビアなゲームだっちょっち。
このシネマでアモーレとか行って何の意味があるんだろうな、この休日とかに、休日とかお出かけで、レモンとなんだっけ鉛筆。自慢の品揃えだよ。ちょっと待って。マウスが変なとこにあるからたまになんか変にお触りしちゃうんだよね。マウスどこ、マウス無線マウスにした方がいいのかな、なんか有線マウスだからたまにちょっと引っかかっちゃうのよね。秋までで運動20、まあ、レモン、余熱剣士、え、レモン1個で大丈夫？レモンって何個かいる？1回1個か、もうちょっと買っといた方がいいな。5にしとこう。なんだかやっぱ5の倍数が気持ちいいか。これでいいの？ものすごく書きやすい鉛筆しかないか。1本で3回。この3個ぐらい買っとくか。悪くないんじゃない？特大スイカ。あ、眠くならないハンカチ。1個ぐらい買っといた方がいいかな。運動と筋力悪くないんじゃない、別々の可能性もありますよね。ちょっとこんなもんでいくか。細かいもん、また仕入れとくよ。この子攻略ルートないんですかね、本格的に。攻略ルートじゃないし、この子のなんか特別なイベントないんですかね。トゥ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 、終わったー。あと夏休みもつぶり楽しみだ。いや、勉強なんてほとんどやってねえぞ。じゃあ運動前にとりあえずまずは CD を聞いて、 CD を聞いて腹減りをごまかしていきます。もうなんか CD 聞いてばっかりやで。運動ね、でここは2連運動でもいいかもしれない。で最近全然痩せてないよな、そういえば。こんなんでいいのかな。78キロじゃさすがに むずいよね。ヒーリング CD は相変わらずぼちぼちを連発していくけど、運動ようやく、あ、でも割と運動の上がりいいぞ。1回で4上がるんだったら。ただあれですよね、運動やってちょっとは痩せてほしいんだけど、運動やってなんで痩せないんですかね。散らかってるけど、さてセーブするか。セーブ、一応まだセーブできるか分けていくか。さっきのと分ける必要ほとんどないような気がするけどね。言うてほとんど分ける必要ないような気がするけど。おお、最近セーブいらんくなってきたんじゃないの。なんかすげえ簡単になってきたよ。行く場所があんまないよな、正直。もうちょっと行く場所増えたらいいんだけど。シティジャングル。僕、動物園って好きなんだ。へえ、なんで？君が動物見てるとき、すごく嬉しそうな顔をするから。まあな、豚とか見て、自分より下がいるっていう目で見るから。それ見てると、僕も嬉しくなってくるんだ。ああ、私より太ってる生き物がいるみたい。え、そうなんだ。まあ、ここはありがとうでいいかな。はい、選択肢ちょろいな。まあ、僕といえばね、こういったゲームの選択肢を一回ミスったことのない男なんで。いや、まあ、さすがにこんな選択肢は楽ですよ。こいついつまでこのナルト T シャツ着てんだ。こいつ服全然変わんないよな。一生同じ服着てる。
ここ祝日か。デートってもガンガンしてった方がいい、それともここデートしなくてもいい、どうですかね、おデートって。